俺ずっと妄想で考えてるんですけど、うん、タカさんがこう新しいこう野球の興行をやってほしくてプロ草野球みたいに作ってほしいんですよ。プっえっとね、うん、元プロ野球選手の枠は何人まで えー、女性選手何人まで、えー、あと知名度と実力のランキングをつけることで、えー、知名度 A 実力 B とか、うん、えと知名度 C 実力 A みたいな人をパラスポーツでよく使われる手なんですけどバスケットボールね、はい。いわゆるこのランクの人をこれだけで先発メンバーを作ってくださいっていう出れるのは同時にはえっ、ー、と うん、障害は重いんだけれども、うん、えとポイントは、えー、とあんまりかからない何点って五人で何点っってて決まってんだよねそ,それを9人で何点の制限つけたら、はい、知名度高いけどあんまうまくない人とかそれから、えー、と知名度はないけどいっぱいこう元お甲子園球児とかいっぱいいるじゃないですか、うん、ああいうのでなんかルール作って対戦するのを、まあ、ネットコンテンツなのかいきなりこう。 うーっと、うん、テレビ地上波難しいかもしれないけどそこまでルール組み込んだら面白くないかなと思って、はあ、それ伊集院さんがあの草野球やってるあのリーグみたいの作るんですかそれで,で今ブッチャーが来るじゃないですか <laughs> <laughs> んんーブッチャーさんブッチャーさん入ってくるとねもう勝ちたくてしょうがないから <laughs> アンダー15経験のある中華屋のお兄ちゃんをもう入れてきちゃうから。<laughs> 中華屋のお兄ちゃんも芸人だってことにしてあの DJ の勉強させ始めて大変なんですからもう今。<laughs>